よし、どうもトレです。三国無双4やっていきましょうか。今回はですね、巨茶の続きですね。まあ、古老館の戦いが終わったので、次は何のステージかな。古老館でトータクをやっつけて、曹操様の名前は世の中のみんなに知れ渡った。曲が和むな。その分だけ敵になるやつも多くなっただよ。この前も長州っていうやつが夜中に奇襲してきただ。曹操様は無事に逃げられたけど、天衣が曹操様を逃がすために死んじまった。うわ、悲しいな。天衣がいなくなって寂しいし、不安だよ。でも泣いてちゃいらんね。おいらが頑張って曹操様を守っていくだろ。かわいいな、おい。巨長よ。アクラインが世を去った今、わしの身辺を任せることができるのはお前だけとなった。この長藩よりアクライ天衣の分まで奮起せよ。この戦は高梁へと逃げている劉備を追い討ち取ることを目的とする。邪魔する者はたとえそれが民であろうと容赦するな。敵は必死ゆえに脆くもあり恐ろしくもある。お前の並ぶ者なき勇猛さに慎重さと迅速さとを加えて確実に劉備を追い詰めるのだ。ということで、長藩の戦いか。これも初めてだな。誰か士気低いのいたな。花崗音とかも大丈夫か。絶対やばいぞこいつ。使わないとまずいな。え、士気高くね？この張飛とか絶対強そう。長藩の張飛は絶対強いだろう。いやー、先端つけてもな、ちょっとな、チャージ4しかないもんな、使えるチャージが。これを使って飛龍光を使ってうまくコンボつなぐっていうのはまあありっちゃありなんだが、まあ一旦これで頑張ってみようか。もうあいつはいねえ。オイラがあいつの分も頑張るだよ。曹操様を守るだよ。何としても劉備を逃がすな。スイーで絶対趙雲がやべえ。この趙子龍の行く手を阻む者は許さん。覚悟しろ。俺趙雲のハイライト見たことないかも。趙子龍の槍さばき、ハイライトじゃん。見切れるか。通せねえ。絶対ここは通せねえ。うわ、かっけえ。来やがれ。この橋が延期と長期の大舞台だぜ。うわ、これで全体の士気下がるのか。この修羅場を短期でかけるとは見事だ。加工とかこれ絶対死ぬな、こんなやつ来たら。おら、死にてえやつは殺してきやがれ。加工、ナイスナイスナイス。吹っ飛ばしちゃったか。チャージ4。ただちょっと超のチャージ1来たらやばいな。当たるか。やばいな。
おら、え、やばい、痛い痛い、カカオ死ぬぞ、カカオ死んじゃうよお前。ちょっと待って、加工音やばい、ちょ、敵武将に対しての火力がなさすぎる。あ、これガンされるな。あ、死んだ。なるほど、チャージ4ガードされるのか。あ、そうなんだ。そっか、チャージ4がガードされてしまうのか。超支流の槍さばき、ということで、この平場を耐えて、こっから立ち回った方がいいな。で、あの引力を持ってきた。おら、死にてえやつはかかってきやがれ。いや、でも待てよ、炎の方がいいかも。今回こっち持ってきたけど、炎の方が火力高そうだな。いや、これで良さそうだな。でこれガードされたらまずいよな。あぶねー。あ、絶対炎の方が強い。まあ今回これで頑張るけど。今無双打ってるから、ちょっと待って、こっち来たら、味方に邪魔されると分かんなくなってくるな。よいしょ。そうだな、こっちがいいな。これはガードされねえな。 OK。 だが次に会った時は勝つ。商品も倒さんと。打ち取ったね。よくやった。お主こそ真の猛将よ。もうこれで全体の士気上がるのか。ああ、なるほどな。商品も倒したら全体の士気上がりそうだな。ちょっと待ってね、一回ちょっと士気確認するわ。下にいるのがジョコ、リデン、長領、シュレイ。士気は互角か。そうだな、張飛を倒して全体の士気を上げましょうか。そろそろ潮時か。兄者も心配だしな。あ、これなったらあれじゃない、張飛ハイパー化しないんじゃない。なんかこれどちらか倒す感じなのかな。裏の裏、これぞ兵法の妙です。その度胸だけは買ってやるぜ。張飛とのちょっとハイライトやりたかったな。どっちかなのかなこれ。一定な弓、逃げられる、張飛に逃げられちゃう。あ、でも張飛来たじゃん。ちょっと張飛とのハイライト戦闘やりたかった。敵将撃ち取ったね。相当な腕だ。よくやった。でも怖いよね、加工音死んだら困るしな。まあ一回クリアするか。一回クリアしてその後ちょっと張飛とのハイライトやってみよう。撃ち取ったね。今行かないんだ。退散だ。敵将撃ち取ったね。あ、まだ生きてんじゃん。加工音が指揮呼んだろ。ビジク、ビジクどこにいる。あ、下にいるのね。もしかしたらね、先に張飛行けばショーンと一緒にハイライトできるかもしれんかったな。
まあまあ後でやってみましょうよ。ソーフィー倒して蝶の手順はちょっと後でやってみようかな。てかあれだな、キョチャの無双モードハイライト戦闘多いな。ひぜめにて敵を撹乱します。いやマジ無双ラブ強。負けない。敵将打ち取ったで。ここは補給拠点か。これまずいな。危ねえ、隙だらけだった今の。まあ言うてステージ難易度は2だからね、そんな大したことはないよね。補給拠点とてはこういうのね、硬いよな。使ってみるか。ナイス、陰玉ナイス。あの加工の式からするとさ、絶対蝶にやられそうなんだよな。いいよ、はい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 。今ですね、劉備殿、まずはこの炎であなたの道を照らしましょう。長き道ですが、必ずやあなたの天下を。うわマジ、やばいな。左側絶対やばいだろ。なんか来たぞ、龍騎か。ちょっと待って、左やばくね。うわカウの式やべえ。これ後回し。兄者、あとはお任せあれ。軍神カウの士気高いな。相当な腕だな。うわ、こっち空いてないの。このままで済むと思うな。空いてないのであれば、これが下流諸葛孔明の作家。ナイスナイスナイス。あ、いた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 。今度は負けねえからな。敵将打ち取ったで。舌開かないかな。開いてないっぽいな。そしたら、あ、乗り越えればいいか。そうだな、危ねえのがカウンだけだ。こっから乗り越えるか。攻め続けましょうぞ。開くんかい、開くんかい。そっかそっか、ごめんごめん、開きましたわ。そうなんだ、開くんか。俺たちも手柄を立てるぜ。民の脱出を優先させる。全軍護衛を。関与ない突っ立ってんの。殿、お逃げください。バカな、民より先に逃げるなどできん。その言葉お聞かせいただけると信じていました。本当か。大徳の明日のため、今こそ策で道を開きましょう。いって、それはずるい。無双ランドあれだな、前段使わなくてもいいかもしれんな。ちょい押しでもいいかもしれん。ここ使うと危ねえ。ちょ、あの弓倒しておくべきだったな。神のやつ、拙者が撃つ。劉備殿の人徳、我が知略で支えましょう。今度はそうだね、追いかけられるときついな。敵将撃ち取ったで。よいしょ。でもう一回覚醒使おうか。行こうこそ。真の無人には私が相手では不足かな。あれ諸葛孔明どこ行った。そっちか。
敵路借りるぞ。しかに背向かぬためここは引く。敵将敵路遅っ。打ち取ったで。敵路こんな遅いんだな。結局あれだな、拠点制圧されるな。周りが見えてる。俺一人でもお前は倒せるからな。うん、よいしょ、よいしょ、はい。お、まずいまずいまずい。あ、全然食らわんな。次への布石です。敵将撃ち取ったで。なんか後半ほんと妖玉にもなりそうだな俺。やっぱ距離詰められるときついな。距離詰められるとやっぱチャージ読んで離したくなるっていうのはあるな。炎か妖玉かなこれ属性は。ってお前ちょ、それはずるい。我らの部、何人にも止められぬ。どこ行ったあいつ。その力さらに輝かせてみよう。してる。あ、強っ。さすが総大将。陰玉弱え。陰玉はやめよう。陰玉は使い物ならんわ。いやちょっと待って、隣のヒゲ王子怖えな。これあれ、その木はずるい。見えん、画面見えんって。まだ来んの？鬱陶しいな。まだ来んのか。次は我らの番だ。無事に逃げ延びよ。あ、そう、まだ来るか。劉備殿、さあこちらへ。あ、劉備か。しまったな。ちょっとこれで終わりかと思ったんで、体力なくなっちゃってる。まあまあなんとかなるか。ワンチャンないかな。肉まん補給拠点とかなかったっけあっちに。あー、あれ補給拠点、補給拠点っぽいな。いやー、ちげえ、防御拠点だ。この防衛の要衝を突破できると思うな。倒せねー。ないかな、肉まんないかな。ちょっと肉まんがないとやばいな体力。これも防御拠点だな。いやでもね、こんな体力になってもね、なんとも思わなくなっちまったんだよな。これマジで同時と争奪戦のせいだな、マジで。我らが健康な守り、とくと見るがよい。よいしょ。あの4方向からの弓が鬱陶しいな、これ。弓飛んできてるもんな。足遅い。足は、足の遅さはえぐいなこれ。ないかな、まあ、龍騎のとこで覚醒使ってもいいけどな。もうそろ500人撃破だし。一人か、死にたいようだな。ほら
校の分頼りにしている。新機関も良さそうだな。でも負けない。敵将撃ち取ったで。さあ、あとはリューブだけか。ないよな絶対。こっちに回復あんのかな。一旦漁ってみるけどない気がするんだよな。あーこれか。ただ劉備はちょっとね総大将補正かかってるからダメージ痛えな。あれ肉もある。ほんとねえな。最初らへんにあったんかな。文平ちょっと危ないよ。劉備こっちに来ねえかな。で、文平ちょっと危ないわ。飛んでったね。ちょっと張飛のハイライト見たいな次な。みんな生きてるよ。文平でしょ。李天守礼。あーオッケー。民の声がある限り私は立ち上がる。敵将撃ち取ったで。戦の決着はついた。劉備は民を置いて行方知れずか。このわしと比肩しうる大器かとも思ったが、わしの狩猟であった。こたびのように我が軍の部位を示せば敵する者どもは散り去るか。ならばそろそろ乱世を平らげる支度にかかるとするか。よし、ということで長藩の戦いクリアですね。まあちょっと危なかったですね。体力が劉備に手こずったということで、まあちょっとあれですね、長飛のハイライト戦闘を見てみようかな。新しいごこの護衛。ということで、じゃあ張飛戦ってみようか。かかってきやがれ。来たね。この延飛と張飛一歩も譲らねえぜ。かっこいいな。砲のハイライトかっこいいわ。俺様とやる覚悟はできてんだろうな。裏の裏を書く。これぞ兵法の励みです。とりあえず無双ランブで雑魚減らしていこうか。やばいなこれ。うっ、あ、痛い。間に合わなかったか、ジャンプ攻撃。弓がいるじゃん。しかもちょ、あの弓うっとうしいな。ちょっと離れようか。敵は盛況だ、気を抜くな。さあ、弓うっとうしい、マジで危ねえ。いや、弓がマジ鬱陶しい。これで片付いたかな。ちょっとタイマーに申し込みたいな、ほんとずっと来んのかな、こいつら。おらら、うお、かい強いな、この張飛。張飛相手に無理をするな。劉備を追え。マシ、あの一匹の弓が鬱陶しい。よいしょ。
あ、超運抜けてったな。あー、いや片方しか厳しそうだな、これ同時に相手するのは厳しいかも。超非速攻撃破じゃないと無理かもな。どうしたい、こっちはまだまだいけるぜ。これガードされたらやばい。いやでも超運よりは強いな、超飛の方が強いわ。これは今コンボつなげられたかもな。そろそろ覚醒使ってくる頃合いだと思うんだ。覚醒使ってこねえのかな、なんか石ころが飛んできてるんだよな。よいしょ、かてえマジで。どこ行くの、あーそう、なるほどな、俺のこと無視するんだな。覚醒使ってこないんだ。加工音は知らないけど、士気を上げるチャンスを失ってしまうのか。あ、でもこれで士気上がるのかな。ちくしょう、あれじゃうまく逃げてくれよ。どう、あ、これ、あ、こっちは全体の士気が下が、あ、じゃああれですね、超飛撃破の方がのこのこ倒されに来たか、士気の差は激しくなるのか。こっち士気上がってこっち士気低下するのか。なるほどな、まあ、この手順でも良さそうですね。